20年後は70年前にな、柳のノーヒットノーランとライマルの防御率が同時に破壊されたんじゃ。チュニドラ3世、ママはまた昔話が始まった。チュニドラ2世、そうね。70年後はそこから中日ドラゴンズっていうチームは大逆転優勝、70年連続優勝してるんじゃ。70年後はチュニドラ3世、似てるの。チュニドラ2世、安らかにお空へ飛んでいったの。恐竜中日ドラゴンズみたいに。テレビ、今年のチュニドラも強い。この伝説は2023年8月13日の伝説の試合から。カン、滑ってるぞ。頑張って考えたんやな。おもんないで。ワイはおもろいと思ったで。年の割にまこ小さすぎやろ。43点。むしろすれたいだけでよかった。立浪監督72年目。チュニドラ2世って古代インドにいそう。チュニドラ3世ちょっとだけ世界史っぽい。ワイは嫌いやないで。次頑張ろうな。こもまこもおるなら十分幸せやろ。今から残り試合全部勝っても届かなそう。面白いとは。嘘のように連敗しだすだけや。でも一致に子供おらんやん。テレビもチュニドラ呼びなのか。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。